エルサレム。エルサレム、またはイエルサレムは、イスラエル及びパレスチナ自治区にある都市。イスラエルは、エルサレムが自国の首都であると宣言しているものの、国際連合など国際社会はこれを認めておらず、イスラエルの首都はテルアビブであるとみなしている。従って、イスラエルと国交を持つ諸国も、大使館や領事館はエルサレムでなく、テルアビブに置いてきた。ただし、 2017年になって、アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領は、エルサレムを、スラエルの首都であると明言。2018年5月、アメリカ大使館をテルアビブからエルサレムに移転させた。イエルシャライム、アルクズ、アルイコールクドゥス、アルイコールクッツ、ジャルーサラム。ラテン語では、ハイラサリマ、ヒエロソリマで、これはギリシア語名のそのまま、ローマ字に音写したものである。 地中海から内陸部に入った標高800メートルの小高い丘の上に位置する。ユダヤ人が住む西エルサレムとアラブ人居住区である東エルサレムから成り立つ。西部はイスラエルの行政区画であるエルサレム地区に属する。東エルサレムは第3次中東戦争、1967年でイスラエルが占領し、返入を宣言したが、 多くの諸国とパレスチナ自治政府は認めていい。パレスチナ自治政府は、東、エルサレムをヨルダン川西岸地区エルサレム県に、含まれるとして領有権を主張し、パレスチナ独立後の首都と規定している。古代イスラエルユダ王国の首都で、エルサレム神殿が、かつて存在した。イエス・キリストが処刑された地でもあり、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教共通の聖地となっている。 第一次中東戦争1948から1949年によってヨルダンの支配下に置かれた地区が東エルサレムである。1949年以前のエルサレム地域の20%を占めるが本来のエルサレムである城壁に囲まれた旧市街は東エルサレムに含まれ、1967年の第三次中東戦争によってイスラエルに占領された。 占領後、イスラエルは、旧ヨルダン領の28の地方自治体をエルサレムに統合し、エルサレムの面積は大幅に拡大した。この新市域にイスラエルは、大型のユダヤ人入植地を、次々と建設している。旧市街のすぐ東にはオリーブ山がある。ここは、イエス・キリストの足跡が多く、多くのキリスト教徒が訪れるほか、旧約聖書のゼカリア書においても、 最後の審判の日に神が現れ、死者が蘇る場所とされているため、ユダヤ人の聖地ともなっている。旧市街の北側には、ロックフェラー博物館や、中東における、聖公会の主教座聖堂である聖城時代聖堂がある。旧市街の南側には、シオンの山、丘があり、ダビデ王の墓やキリストに関わる旧跡がある。旧市街は、ユダヤ教、イスラム教、 キリスト教の聖地であり、嘆きの壁や聖墳墓教会、岩のドームといった各宗教園の施設を訪れる、人々が絶えない。旧市街は城壁に囲まれ、東西南北に宗派ごとで4分割されている。北東はムスリム地区、北西はキリスト教徒地区、南西はアルメニア聖教徒地区、南東はユダヤ人地区となっている。現在の城壁は、 オスマントルコ皇帝のスレイマン一世によって建設されたものである。城壁には北側中央にあるダマスクス門から時計回りにヘロデ門、シシ門、黄金門、フン門、シオン門、ヤフホ門、シン門の八つの門があり、ここからしか出入りができない。19世紀に作られたシン門以外はスレイマン時代より存在する門である。嘆きの壁は ユダヤ人地区の東端にある。嘆きの壁の上は、ムスリム地区に属し、神殿の丘と呼ばれる、かつてのエルサレム神殿の後で、ここにはイスラム教の聖地あるイコールアクサーモスクや、イスラー建築の傑作とされる岩のドームが建っている。旧市街がヨルダン領であった時代には、ユダヤ人は旧市街より追放され、イスラエルからは限られた時期に、アラブ人のみが入国することができた。 このため、イスラエルのユダヤ人は、嘆きの壁を訪れることができなかった。1967年に、イスラエルが旧市街を占領したことによって、イスラエルのユダヤ人は再び聖地を訪れることが可能となった。一方、イスラエルには、アラブ人のイスラム教徒が一定数存在していたため、イスラエル統治下では、イスラム教徒が聖地を訪れることは可能となった。しかし、 現在でもイスラエルと国交のないアラブ国家は多く、そういった国の国民であるイスラム教徒はイスラエルに入国できないため、エルサレムにも行くことはできない。旧市街は、エルサレムの旧市街とその城壁軍の名で1981年に世界遺産に登録されたヨルダンによる申請。元々のパレスチナ人の村の跡地には、 ナビーアカシャモスクのような建物も残るが、西側は新市街と呼ばれる近代的な都市で、1949年以前のエルサレム地域の80%を占める。1950年にイスラエルが西エルサレムを占領すると、テルアビブより首都が移され、ヘブライ大学、イスラエル博物館、ハイテク工業団地や国会、各省庁などが立地するイスラエルの政治。 文化の中心となった。ただし、国防省に関しては、軍事的な観点で、エルサレムではなく、テルアビブに立地している。メインストリートは、旧市街のヤフフォ門から北西に伸びるヤフォ通りで、市庁者や市場、生端には、中央バスターミナルがあり、ライトレールも走っている。途中のシオン広場から西へ伸びるベイエフダ通りは、繁華街となっている。西エルサレムの北東にある、 メイヤーシェアーリームは、ユダヤ教朝政党派の町として知られ、東欧やロシアから移住してきた、当時の佇まいを残す街並みとなっている。エルサレムの生誕には、国立共同墓地であるヘルツルの丘があり、テオドールヘルツルやレビエシコル、ゴルダメア、イツハクラビンなどが埋葬されている。この丘の西側には、ホロコースト博物館であるヤドバシェムが建っている。 紀元前三十世紀頃、カナンと呼ばれていた土地において、古代セム系民族がオフェルの丘に集落を築いたのが、起源とされている。エルサレムの地名は古代エジプトの記録、アマルナ文書などに混ずられる。紀元前千年頃に、ヘブラ王国が成立すると、二代目のダビデオによって、都と定められた。その後、三代目のソロモン王によって王国は、絶頂期を迎え、エルサレム神殿。 第一神殿が建設されたが、その死後の紀元前930年頃に王国は南北に分裂、エルサレムはユダ王国の都となった。その後、エルサレムは300年以上ユダ王国の都として存続したものの、王国は紀元前597年にシンバビロニア王国の支配下に入り、シンバビロニアをネブカドネザル2世によって、 エルサレムの住民約300人がバビロンへと連行された。ついで紀元前586年7月11日、ユダ王国は完全に滅ぼされ、エルサレムの神殿並びに都市も破壊され、住民はすべてバビロンへと連行された。バビロン保守である。紀元前539年に新バビロニアがアケメネス。朝、ペルシアに滅ぼされると、ペルシア王キュロス2世は、 ユダヤ人のエルサレムへの帰還を認め、エルサレムは再建された。紀元前515年に、エルサレム神殿も再建、第二神殿された。その後は、アレクサンドロス帝国、セレウコス朝、シリアなどの支配を受けた。紀元前140年頃には、ユダヤ人がハスモン朝を建てて自立したものの、ローマ帝国の影響が強まり、紀元前37年には、 ローマの創始権の下、ヘロデ大王によって、ヘロデ朝が創始され、ローマの支配下に置かれた。ヘロデは、第二神殿をほぼ完全に改築し、ヘロデ神殿と呼ばれる巨大な神殿を建設した。この後は六年に、ユダヤ族衆が創設され、州都はカイサリアに置かれたが、エルサレムは宗教の中心として栄え続けた。この頃、イエス・キリストがエルサレムに現れ、 30年頃に、俗州総督ポンキウスピラトスによって処刑されたと、される。しかし、66年には、ユダヤ戦争が勃発し、ユダヤ人は、エルサレムによって抵抗したものの、エルサレム行為戦、70年によってエルサレムは、陥落した。これ以後、それまで、ユダヤ人への配慮から、カイサリアに置かれていたローマ軍団がエルサレムへと、駐屯するようになり、エルサレムには、 ユダヤ人の居住は禁止された。ハドリアノスの治世になると、エルサレムの再建が計画されたものの、ユダヤ神殿の後にユーピテルの神殿を築き、都市名をアエリア・カピトリナと改名することを知ったユダヤ人は激怒し、132年にわる国馬の乱を起こしたが鎮圧された。エルサレムはローマ植民史、アエリア・カピトリナとして再建された。その結果、 エルサレムを追われ、離散、ディアスポラすることになったユダヤ人たちは、エルサレム神殿での祭祀に代わり、立法の学習をよりどころとするようになった。313年には、ローマ帝国がミラノチョクレイによって、キリスト教を公認し、320年頃に、コンスタンティヌス一世紀の母大号である聖ヘレナが、巡礼を行ったことで、エルサレムは、キリスト教の聖地化した。 使命は再びエルサレムに戻され、聖墳墓,墓教会が建てられた。ユリアヌス帝の時代には、ユダヤ人のエルサレムへの居住が許可されるようになった。638年、アラブ軍による征服でエルサレムは、イスラーム勢力の統治下に置かれた。イスラームは、エルサレムを第三の聖地としており、七世紀末に、岩のドームが建設された。 970年より深夜派を掲げるファーティマ朝の支配下に入った。しかし、11世紀後半に大飢饉などにより、ファーティマ朝が弱体化すると、この地をスンナ派のセルジューク朝が占領した。この征服を率いた軍人アトスズは、占領時に略奪や異教徒を含む住民の虐殺などを禁止しており、エルサレムの平安は維持されていた。1098年に、 ファーティマ朝が再びエルサレムを奪回する。しかし、翌年には第一次十字軍の軍勢がエルサレムになだれ込み、多くのムスリムやユダヤ教徒の住民を虐殺したエルサレム行為戦。そして、1九9 9年にエルサレム王国を成立させた。ムスリムやユダヤ人はエルサレムへの居住を禁止され、エルサレムはキリスト教徒の町となった。しかし、12世紀後半に、 アイユー部長のスルタンであるサラーフッティーンがエルサレムを脱回し、再びイスラーム勢力の支配下に入った。この時カトリックは追放されたものの、聖教会やユダヤ人の居住は許可された。1229年、当時のイスラーム側における内部対立にも助けられ、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世は、アイユー部長スルタンのアルイコールカーミルとの交渉によって、 エルサレムの譲渡を認めさせた。それ以後は、マムルーク朝やオスマン帝国の支配下に置かれた。19世紀後半に入ると、ヨーロッパに住むユダヤ人の間で、シオニズムが高まりを見せ、パレスチナへのユダヤ人の移住が急増した。中でも特に移住者が多かったのは、聖徒エルサレムであり、19世紀後半には、エルサレムでは、ユダヤ人が多数派を占めるようになっていた。 1892年には地中海沿岸から鉄道が開通し人口はさらに増加した。第一次世界大戦でオスマン帝国が敗れるとこの地方は国際連盟によってイギリス移民党治療パレスチナとなりエルサレムにその首都が置かれた。このことでエルサレムの政治的重要性がさらに増す一方で移民党治療政府はエルサレムの近代化に力を入れ 1925年には、ヘブライ大学も開学した。第二次世界大戦後の1947年に、国際連合のパレスチナ分割決議において、パレスチナの56.5%の土地をユダヤ国家、43.5%の土地をアラブ国家とし、エルサレムを国連の永久信託統治とする案が決された。この決議をもとに、イスラエルが独立宣言をするが、 直後に第一次中東戦争が勃発。1949年の休戦協定により西エルサレムはイスラエルが旧市街を含め東エルサレムをヨルダンが統治するとになり、エルサレムは東西に分断された。1967年6月の第三次中東戦争、6日間戦争を経てヨルダンが統治していた東エルサレムは現在までイスラエルの実効支配にある。 イスラエルは東エルサレムの統合を主張しており、また第三次中東戦争による再統合を祝うエルサレムの日を設けているユダヤ歴からの換算になるため、グレゴリオ歴では毎年変動がある。2010年は5月12日がエルサレムの日であった。イスラエルは東エルサレムの実効支配を既成事実化するため、ユダヤ人入植を精力的に進めており、 2010年時点で入植者は20万人を超える。イスラエルは今後の数年間で先の1600個を合わせ5万戸の入植を計画している。一方、エルサレム市当局はパレスチナ人の住居が無許可であるとの理由でしばしばその住居を破壊している。エルサレムは単に地理的に要所であるのではなく、アブラハムの宗教をすべての聖地であることが最大の問題である。 このことがエルサレムの帰属をめぐる紛争の火種となっており、パレスチナ問題の解決を一層困難にしている。エルサレムは19世紀後半よりユダヤ人の方がアラブ人よりも常に人口で上回っており、1949年にエルサレムが東西に分割されるとその傾向はさらに強まった。東エルサレムは経済の伸び悩んだヨルダン領にあった上、 首都は安満に置かれてエルサレムの開発は進められず人口は停滞した。一方、イスラエル側の西エルサレムは独立後すぐに首都が移されイスラエルの政治の中心として大規模な開発が進められたため人口が急増した。1967年に東エルサレムがイスラエルに占領されると多くのアラブ人がエルサレムから流出しその差はさらに開いた。 1967年にはユダヤ人はエルサレムの人口の74.6%を占め、アラブ人は25.4%に過ぎなかった。イスラエルは占領後旧ヨルダン領にあった28の地方自治体をエルサレムに統合したが、その地区にはユダヤ人の大規模入植地が建設され、多くのユダヤ人が流入した。しかし、エルサレムのアラブ人の出生率は高く、 ユダヤ人入植地の大量建設をもってしても人口比率を増やすことはできなかった。2007年にはエルサレムのアラブ人の割合は34%にまで伸びユダヤ人の比率は66%にまで落ちた。このままの人口推移が続けば2035年にはエルサレムの人口比率はユダヤ人とアラブ人が歩道数になると考えられている。またエルサレムは ユダヤ教の中心都市であるため、国内比率に比べて、ユダヤ教調整党を楽しめる割合が非常に高く、エルサレム人口の三分の一を占めており、なお増加中である。エルサレムは、古くより三つの宗教の聖地として栄えたが、経済的には、必ずしも重要な位置を占めてきたわけではない。そのためエルサレムを領土に収めた、代々の国家のうち、エルサレムを首都としてきた国家は、 ほとんどない。古代のユダ王国や十字軍国家であるエルサレム王国を除いては、エルサレムは一地方都市にとどまっていた。しかし宗教的には非常に重要な土地であり、イギリスの委任統治領時代に首都が置かれたこともあって、政治的重要性も増した。現在においても、エルサレムは議会や首相府、中央省庁などがある政治と文化の中心であり、 イスラエル最大の都市である。しかし、第二次世界大戦後、イスラエル建国、第一次中東戦争などによって、パレスチナ問題が起こると、歴史的経緯により、国家の正当性にも関わるエルサレムの領有問題も、にわかに浮上する。第一次中東戦争の休戦協定により、エルサレムが東西を分断された後、西エルサレムを占領したイスラエルは、 1950年に議会でエルサレムを首都と宣言してテルアビブの首都機能を西エルサレムに移転。その後、1967年の第三次中東戦争でイスラエルが東西共に占領し、1980年には改めてイスラエル議会により統一エルサレムはイスラエルの不可分永遠の首都であるとするエルサレム基本法案、エルサレム首都法案を可決した。 イスラエルによる統一エルサレムの首都宣言に対し国際連合安全保障理事会はイスラエルのエルサレム首都法案は無効だとして破棄すべきものである国際連合加盟国はエルサレムに外交使を置いてはならないとする国連安保理決議478を可決しアメリカ合衆国は拒否権を発動せずに棄権国際連合総会は東エルサレムの占領を非難し その決定の無効143対1、反対はイスラエルのみ、危険は米国など4で決議した。1967年までは13カ国の大使館が西エルサレムに置かれていたが、イスラエルによる東エルサレムの併合に抗議して、これらの国家も大使館を移転。2006年までエルサレムに大使館を置いていたコスタリカとエルサルバドルも大使館を移転した。 国連加盟各国はイスラエル建国初期に首都機能があったテルアビブに大使館を集中しておいている。1993年のオスロ合意ではエルサレムの最終的地位についてはイスラエルとパレスチナが話し合って決めることとされた。2009年、欧州連合 EU 議長国のスウェーデンはエルサレムをイスラエル・パレスチナ自治政府 両方の首都とするよう求める発議を行った。イスラエルはこれに反発し、EU 加盟各国に抗議を行った。アメリカは二大政党である民主党と共和党は、公領でエルサレムをイスラエルの首都と認めており、1995年にアメリカ合衆国議会で大使館のエルサレム移転を求めるエルサレム大使館法案が可決れた。しかし、歴代のアメリカ大統領、 クリントン、ブッシュ、オーバマは、大使館移転は、中東和平実現の障害になるとの観点から、法律で認められた条項を根拠に、半年ごとに実施を延期してきた。2016年の、アメリカ合衆国大統領選挙では、中イスラエル大使館のエルサレム移転を公約した、ドナルド・トランプが当選し、2017年6月には、前日の法案実施について、半年延期したものの、 同年12月6日には、エルサレムをイスラエルの首都と認定して、テルアビブにある大使館をエルサレムに移転する手続きを始めるよう指示したことを正式に表明した、エルサレムをイスラエルの首とするアメリカ合衆国の承認。なおトランプは、エルサレムの最終的な地位については、イスラエルとパレスチナの当事者間で解決すべきで、米国は特定の立場を取らないとした。 この決定の撤回を求める決議が2017年12月22日に開かれた国際連合総会で採択された賛成128カ国、反対9カ国、棄権35カ国、欠席21カ国。2018年5月14日、アメリカ合衆国が駐イスラエル大使館を公式にエルサレムに移転した。これを受けてガザ地区とイスラエルの国境沿いで パレスチナ市民がデモを行い、イスラエル軍の狙撃手が非武装のパレスチナ市民61人を殺害した。2018年3月30日から5月19日現在までに、ガザ地区との国境において、118人のパレスチナ、非武装市民がイスラエル軍により殺されている。国連、1947年11月29日に合意された。 国連総会決議181パレスチナ分割決議パレスチナ分割決議 A United Nations p a t ョ a t i o n Plan for Palestine は当時のパレスチナ問題を解決するために出された国連決議案この案は経済同盟を伴う分割案 Plan of p a t ョ a t i o n with Economic Union と述べられイギリスの委任統治を終わらせアラブ人とユダヤ人の国家を喪失し エルサレムを特別な都市とすることとなっていた。1947年11月29日、国際連合総会において、この案の作用と実施を勧告する決議が、決議181号として採択された。エルサレムは地中海性気候に区分されており、冬に一定の降水があるが夏は日差しが強く乾燥する。冬には1、2度の軽い降雪があるが、 平均すると3、4年ごとにまとまった雪が降る。1月が1年で最も寒い月で、最も暑いのは7月と8月である。昼夜の寒暖差が大きいため、大抵は夏でさえ晩には涼しくなる。年平均降水量は590ミ、mm、リメートル程度で、そのほとんどは10月から5月の間に降る。エルサレムはイスラエル最大の都市ではあるが、経済や産業の中心は、 テルアビブにあり、エルサレムの主な産業は、政府関係や大学などの公的サービス、並びに、世界各地から訪れる観光客や、巡礼客相手の観光産業であり、第三次産業が大きな割合を占める。エルサレムには、イスラエルの政府機能が置かれ、これが、エルサレムの都市としての成長を促した。一方で、エルサレムの住民は、 パレスチナ人やユダヤ教調整党派といったあまり豊かでないグループの割合が大きい。その上目立った産業が少なく限られた雇用も政府関係が主であることからエルサレムの貧困率は高く2004年にはエルサレムの人口がイスラエル全体の10.27%だったのに対しエルサレムの貧困人口は全国の19.29%を占めた。 テルアビブエルサレム間は高速道路で1時間、エゲットバスが、急行で1時間3本程度テルアビブの中央、バスセンターから出ている。エルサレム市内は、エゲットバスが網羅している。エゲットバスは、ヤッファ通りターにある、エルサレム中央、バスセンターに発着し、そこからヨルダン川西岸を抜け、市海沿岸を通り、ご覧高原方面へ北上するものや、同じく、 地下沿岸のリゾート地を通って、ネゲブ方面へ南下するもの、テルアビブやハイハなど、国内主要都市へ向けて走るものなど、国内全域に路線網がある。鉄道は、エルサレムマルハ駅とロード、テルアビブを一時環境で結ぶ路線、テルアビブイコール、エルサレム線がある。2011年12月1日には、エルサレムライトレールが、西のヘルツルの丘から、中央バスステーション、 ヤッファ通りを抜け、旧市街北西をかすめて、東エルサレムへと向かう路線の営業を開始した。1925年に開校された、イスラエルの最高学府である、ヘブライ大学をはじめとする多くの大学があり、大学都市としての一面もある。ヘブライ大学のキャンパスは、開校時は、エルサレム東高、元東エルサムのスコーパス3にあったが、 1> 第1次中東戦争によってこのキャンパスは飛び地となったため西エルサレムのギブアットラムに新キャンパスを建設した第3次中東戦争によって飛び地状態が解消するとスコーパスキャンパスが復旧され現在では人文系のスコーパスキャンパスと自然科学系のギブアットラムキャンパスの2つのキャンパスがある他にも別あルエル美術デザイン学院やエルサレム校歌 大学などといった短化大学が存在している。サッカーのイスラエルプレミアリーグの有力チームの一つで、アルベータルエルサレム FC が西エルサレム南西部のテディスタジアムを本拠地としている。グランツールと呼ばれる自転車競技、ロードレース世界三大大会、ジロ、でイタリアが2018年にエルサレムにて開幕。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。